ダメなのですか？違う、よくないんだ。名前で呼ばれるとしっくりこない。それは簡単だ。名前を知っているとそのもののことをよく知っている気になる。でも本当は何も知ったうちには入らない。よくわかりません。では聞こう。君は誰だ？夏目小読みです。それは君の意志に関係なく、誰かが勝手につけたラベルだよ。そんなもので君を表すことはできない。さあ、教えてくれ。君は誰だ？でも…君は誰か…わかりません。私には…君に自明なご両親がいたとする。実際は非自明、今の君とは無関係な存在になっているね。でも今は目の前にいると仮定しよう。それなら君は自分が誰か答えられるかい？その人たちの子供だと言えます。でもその回答は果たして満足だろうか。それで今私の目の前にいる君を説明したことになるのだろうか。名前なんて関係ない。両親も一切関係がない。そんなものあろうがなかろうが、君が今ここに存在するという事実に一辺の影響も及ぼさないんだ。さあ、もう一度考えてごらん。君は誰だ？私は誰でもありません。そうか。はい。それならこうしよう。君は今日から私を師匠と呼ぶんだ。はい。師匠だ。君は私の弟子。どうかな？かっこいいと思わないか？君が弟子をやる間、私は師匠をやる。どうかな？
然なくなったね。そうね、単に小康状態なだけかもしれないし、情報がないから何とも言えないよ。聞いてみよっか。それいいわね。早速ニコちゃんに教えてあげようっと。ですが、だからといって人の耳にいきなり小よりを入れていい理由にはなりません。反省を要求します。本当に心底どうでもいいです。許します。早っ、もう許しちゃうの？三影くんが強行に走った理由は想像がつきます。香坂先輩、あなたがそそのかしたのですね。